細くね、だいぶ上げてるでしょ。これはね、ちょっと待ってね、こっち向いてもくるんかこんな感じなんですけどね、これはまあ楽に見えるでしょ。でもこうやってちょっと入れたら、あのグッと上げれるわけ、グッとね、まあ、見せないけど上げるシーンをね、上げた後で上げる前みたいな ね、なんで上げるんですかって、楽やね、その男の人誘ってるわけじゃないよ、そういう効果もあるでしょうけど、その脇乳が痛いの、なんでかって多分そのはよ子供の産め脇まで呼びたいが出てきてんのに、何をやってるやんお前は、はよ子供作らんかいって先生に怒られてるんちゃうかな。だから脇の呼びたいめっちゃしんどくて痛いね。で前に食ってあげたら楽どこまでもないけどな、ちゃんと遊びに行ける。遊びに行ったら男の人が見るんでしょ。で交際が始まったりして、ナンパありきの話してるの違うで、よくやるけどな大阪ではな、こっちはあんまりないな、あんまりないね、してあるけど、今んとこいやハンサムでこっちの方がはるかにこっちの方がハンサムで、でも今んとこはそのから先じゃああっちの話しちゃうで言ったけど、ここに至るまで、ここ最高、ここ知らん、多分いいんでしょね、こっからここに来るまでのそこがあかんねん、こっちの東日本がな東京すら大阪出身のうちから見たらアウト、ダッサイ、何がやってナンパのな手口ナンパの手口ダッサイね、東京前でこっちまで増しちゃったの実は言っちゃった炎上自由なはずな